悪質商法から地域を守る。どうもアップナンです。我々お笑い芸人として活動しているんですが、その他にもいろんな活動をしています。ある時はお笑い食育ヒーロー、野菜戦士ぬか漬けマンというヒーローショーをやっております。ある時は歴史を伝えるエンターテイナー、二人芝居で戦争などの歴史を伝えています。ある時はミュージシャン、竹森くんはメジャーデビューしています。果たしてその実態は。お、川崎市民です。僕は千葉県民なんだけどね。いやだけど川崎市好きでしょ。え、好きでしょ。好きだけど。好きでしょ。圧がすごいから好きだよ。まあそんな我々からですね、今日はお伝えしたいことがあるんです。もう一体何。いや世の中ってね、いろんなトラブルがあるじゃないですか。そうだよね、今話題なのが GoTo トラブル。トラベルね。それはGoTo トラブルったらトラブル巻き込まれに行っちゃってるから。ああ、そっか、うん、じゃあどんなトラブル。例えば消費者トラブル。消費者トラブル、一言に消費者トラブルといってもいろいろあるんです。代表的なのが電話勧誘販売。いきなり電話が来て、産地直送のお得なカニと勧められ、代引きで届いてみたら中身がスカスカ、掛け合っても返品できないと。訪問販売のトラブルも。突然来た業者に屋根瓦がずれていて危険ということで点検してもらい、特別価格と言われ必要のない工事の契約を。どちらもクーリングオフ制度を知ってれば防げるんですが、怖いですよね。最近一人暮らしのお年寄りが増えてるって聞くからね。最近はね、若者の被害も増えてるんです。若者が。そう、そういえば聞いたことあるわ。あ、そう。肌荒れとかニキビに悩んでるって。お肌のトラブルね。今は消費者トラブルの話。若者が消費者トラブル。はい。SNS やネットの広告には魅力的なキーワードがいっぱい。美容、旅行、習い事、ダイエットサプリがお試し、初回は送料のみみたいな甘い言葉についつい、いざ契約すると効果がなくて、もう買わないつもりだったのに定期的に商品が。よく見ると数回受け取るまで解約できないという契約になっていたり、10代20代の若者の被害も増えているんです。どんどん新しいトラブルが。君の女装もなかなかのトラブルだったけどね。こういうトラブル、うん、身近な人がもっとこう気づいてあげられないものかな。おお、いいこと言うね。自分の身近なところで起こる消費者トラブルを察知し、行政との橋渡しをする、それが消費生活サポーター。意識を持った人が少ないとなかなか異変に気づけない。だけど一人でも多ければ、それだけトラブルを発見したり力になれる確率もアップ。いわば地域と行政を結ぶ橋渡し役、それが消費生活サポーターなんです。消費生活サポーター。うん、確かに川崎には熱いサポーターが多くいるって聞いたことがあるよ。そうなの。おー、バモカワサー。それ川崎フロンターレサポーターね。意味が違うから、サポーターの。あ、違うの。違うのよ。じゃあどういった人がなるの。身近な人を消費者トラブルから守りたいという市民がボランティアで活動していて、サポーターになるための講座が毎年あるんです。サポーターになると毎年消費者トラブルの最新事例やその解決法を学べるフォローアップ講座にも参加できて、身近な人を守るための冊子やグッズも定期的に送られてくるんです。地元に同じ意識を持つ仲間が増えるのもいいよね。そう、消費生活サポーターめっちゃいい。そういう地元で助け合ったり、え、支え合う意識を広げていきたい。何急に。聞いてください。は、だから地域のみんなで支え合う、消費生活サポーターになろうよ。いい歌。詳しくは川崎市消費者行政センターのホームページで。